小野寺雄太は、日本中央競馬会美穂トレーニングセンター所属の騎手。競馬学校25期生で、同期には、国武京介、国武雄作、松山光平、丸山元気がいる。ザウの名は、日進月歩、目標とする騎手は、岩田公生としていた。2009年3月1日、中山競馬場、第5レースでデビュー。エアダーミニ騎乗し後着だった。 同年3月29日、中山競馬場第5レースでキングビオラに起乗し、13戦目で初勝利を挙げた。同期で勝利を挙げたのは松山に続き2人目。2011年11月20日以来勝利から遠ざかっていたが、2015年1月18日の中山にレースで当選スパンキーに起乗し3年2ヶ月ぶりに勝利し、 いつ以来の白帽子か忘れてましたとコメントした。騎乗場,場確保のため2012年から、障害レースにも騎乗。障害での初勝利は2015年7月19日で、あり、3年がかりでのものであったが、その前に、同年4月18日に中山グランドジャンプでジャーギー、初騎乗を障害未勝利のままで果たしている。2016年7月17日の福島4レース。 障害3歳上未勝利で2番人気、シゲルヒノ国に騎場し勝利。2安目となった7レース3歳未勝利では5番人気、セシルクラウンで勝利し、初めて1日で2勝を挙げた。ありがとうございます。